朝の風が吹いてます。4月6日土曜日、まだまだ山の方は雪が残ってますね。熊出没注意。夏のシーズンになったらここも開くのかな。あ、レストラン冬季休業中って書いてありますね。ここね、コロナ禍が明けて多分リニューアルされたと思います。綺麗になったからまだ行けてないんだけど、今日は旭山記念公園に来ています。旭山公園通りというところをずっと通って坂道も上がって、札幌の中心地から西の方にある藻岩山のふもとにある公園です。こっちから行ってみましょうか。階段の道とスロープとあるんですけど、今日はスロープから行きましょう。このだんだん街が見えてくるこの道は面白いですよ。今日は朝日をね、朝日が街の奥から昇ってくるとこを見たいなと思ったんだけど、最近日が昇るのが早くなってきて、もうだいぶ高いとこまで来ています。なんか朝日を浴びるとすごくいいことをしてるような気持ちになるんですけど、すごいもやがかかってるね。やっぱ全然雪あるわ。雪あるし、なんかお散歩してる人も何人かいる。ここ JR タワー展望台が見えます。こんな感じで公園の頂上には屋根とベンチがあって、デートスポットにはなってると思います。夏のシーズンには蚊とカップルがいっぱい湧いてくるという、そういう公園でもねありますね。でこっち丸山が見えます。あれ、あの山丸山です。たまに登ります。でその丸山とこの旭山記念公園のふもとにいくつか町があって、丸山西町かな。ここは本当に熊が出そうな住宅街だなと思うんですけど、あ、でずっと向こう石狩風車が見えますね。今日多分空気が澄んでるね。海までずっと見えます。登山をされる方が集まってきました。ここは藻岩山の登山口の一つになってますね。ここの駐車場に止めて登山をするという。あ、白樺の木いっぱい。また熊出没注意の、一応熊スプレーは今装備してるので、何かあったら素手でぶん殴ってやろうと思います。森の家。のどかだな。ここね、登山口というか登山道になってます。ここ登ってくと、でずっと行くと藻岩山の頂上に行くことができます。おー、わらじ虫が
え、めちゃくちゃ嬉しいわ。みんなすごいな、雪の中で、雪の下で一冬越して。ちょっと戻しとこう、わらじ虫がいる場所がバレてしまう。寝焼きとか雪根開きと呼ばれる現象が起きてますね。こういう木の根っこ、木の周りだけ先に雪が溶けてなくなるという、これはなんか木の表面の温度が高いとか、まあ、いくつか理由はあるらしいけど、この季節ならではの光景です。こういうなんか季節っぽいものとか自然の音とかは、なんか自分の中ではコレクションするような感覚でいつも撮ってます。後でね、自分の動画をね見るのがすごい好きで、なんかそうやって聞くと自分のことめっちゃ好きなやつみたいになっちゃうんだけど、まあ好きなんですね。夏に冬の映像を見て、冬に夏の映像を見るのが特に好きです。今日もコレクションをするために歩いてます。そんな気持ち。今鳥が教えてくれたんですけど、この斜面崩せばなんか虫が出てくるみたいです。もうなんか来てんだね、だいぶ手前までね。ああいう虫って雪の冬の時期はだいぶ奥に潜ってるイメージあったけど、今ここをね崩してました。ああやって丸一日仕事してご飯食べてんだな。まあ俺はちょっと崩さないけど、